どうもこんにちは、しんです。今日やっていくのは豚肉の梅ポン焼きですね。梅とポン酢のさっぱり味で、もう食べた時に感じる風味もすごい美味しいんで、本日はこちらを作っていきましょう。最初にやっていくのは豚ロースにフォークで数箇所穴を開けて、で食べやすいようにちょっと切っていきます。こちらが買ってきた豚ロースですね。生姜焼き用になります。穴を開けて切っていきましょう。この豚肉に数箇所フォークで穴を開けて、味を染み込みやすいしていきます。じゃあこれを全部やっていきます。今豚肉にフォークで穴を開けたんですけども、こんな感じですよね。でこれを食べやすい大きさに切っていきます。大体半分ぐらいで、これを全部切っていきます。次に作るのは豚ロースに浸す漬けダレを作っていきましょう。で用意するのは、それかな、梅肉ですね。本みりん、まあ家にもあるんじゃないかなと思う味ポン、まあ、ポン酢ですよね。これを混ぜ合わせて漬けダレを作っていきます。まず梅肉ですね。結構入れちゃっていいかなと。本来だったら、まあ、梅干しを切っちゃってやってもいいかなと思うんですけども。で続いてみりんですね。これも結構入れちゃう。ドバドバドバと、こんなもんか、入れすぎたな。次はこちらのポン酢ですね。でも同じぐらい、まあちょっとこっちの方が多いかな。梅肉、みりん、ポン酢を入れたら、もう混ぜ合わせて漬けだれにしちゃいましょう。続いて作った漬けだれに豚ロースを入れていきます。今ですね、こんな感じで漬けだれに入れたんですけども、通常だったら2日から3日寝かしたいんですけども、今日はまあすぐ食べたいので、まあ大体30分か1時間ぐらいちょっと寝かして、でそれで焼いていきましょう。ダロース1時間ほど漬け込んだんですけども、本当はねもっと漬け込んだ方がどんどん美味しくはなるんですけども、今日はこの辺でいきましょうか。でフライパンで中火で焼いて、で最後に漬けだれをかけて出来上がりって感じで、そこまでやっていきます。中火で準備したんで焼いていきましょう。今度最強ですね。そしたら今度は漬けだれを絡めて完成です。いい感じに絡めちゃって完成です。大葉もトッピングでやっていきましょう。他のキャベツ乗せるだけでだいぶ違ってくるんで、で最後にちょっと自分はここにこんな感じで青じそを乗せたので完成です。食べていきましょう。見てください、これすごく美味しくできたので、これならねもうさっぱりと食べられるかなと思いますので、いただきます。青じそを乗せていただきます。すごい、やっぱこの豚肉と肉と梅と、あとはねこの青じそ、すごいしっかりアクセントが効いてすごい美味しい。美味しかったね。これ久々にね大成功、豚肉の梅ポン焼き大成功です。夏場とかやっぱり急にここ数日ですよね、やっぱり気温が高い日とかやっぱ暑い日あって、でマスクもしてる人も多いので、熱中症とかやっぱ食欲がなくなる人多いと思うんで、そういった時にもさっぱり食べられて、もう元気も出る料理が作れたんじゃないかなとは思います。体力ないな、元気ないな、そういう時はもう豚肉食べて元気出していきましょう。では今日はこの辺で終わります。また会いましょう。お疲れ様でした。バイバイ。